さんこんにちは、リディアダンスアカデミーのリアラです。今回はフォーシングの基礎講座をやっていきたいと思います。フォーシングというのは基礎講座の中でも比較的簡単なステップになります。皆さんぜひ挑戦してみてください。それではフォーシングの解説をしていきたいと思います。まずフォーシングの足の形っていうのがあるんですけど、それは足をインアウトインアウトにした状態が基礎の状態になります。でその時に足を広げるんですけど、右に広げる時に左の足をスライドさせます。でその時に右足を外の状態、アウトの状態にします。よくあるフォーシングの形なんですけど、右に乗ってる状態の時は左手上、右手を下にして開く開くです。フォーシングは一度開いた足を元に戻してまた開くっていうのがあるんですけど、その状態の時もちょっと足をインにした方がやりやすいと思います。開いた状態作った時に顔の角度とかを意識したらかっこよく見えると思います。これが右の状態のフォーシングです。そしてフォーシングをする時なんですけど、足は肩幅より開いた方がよりやりやすいと思います。だいたい2回ずつすることが多いんですけど、その時も1回やった後は閉じる、もう1回やって閉じるっていうのを意識してやりましょう。左の場合も一緒で、左に開いた時に左足をアウトにして肩幅以上に開いていってください。でその時に右手上、左手下で開く。左に開いた時に右足はスライドさせて元に戻します。でその時は左重心で、右の時も右に開いた時は右重心にあるので、元に戻す時に右に寄せるイメージで、左の時も左に寄せるイメージで、右足はスライドさせて戻してきます。これがアウトの状態、イン。はい、次に右2回左2回で少しスピードを速めた状態のフォーシングをやりたいと思います。でこの時に戻すところの手は全然どこでもいいんですけど、開いた時の手が左の状態は右手が上、右の状態は左手が上で2回ずつです。それでは音楽でやっていきたいと思うんですけど、ゆっくりバージョンをまず右2回左2回でやりたいと思います。連続でいきます。はい、こんな感じです。はい、次にスピードアップしたバージョンで右2回左2回で連続でやっていきたいと思います。こんな感じです。フォーシングの重要なポイントが2個あって、まず1つ目が、開いた時に胸を張った状態、手が開いてると思うので、その時に胸を開く。で胸を開かないと浅い形になってしまいますよね。だから胸を張った状態を作った方がかっこよく見えると思います。左も同じで胸を張る。2つ目のポイントが、滑らせる時に両足をついた状態のままだと滑りにくいと思うので、つま先だけついたまま滑らせる。ずっとその状態を続けるとより滑ると思います。はい、こんな感じです。皆さんどうでしたか？難しかったですか？フォーシングの基礎講座の解説をやっていったんですけど、特に難しいのが足の動きだと思うので、それを手じゃなくて足を意識するっていうのをまず優先に考えてやっていくと、フォーシングの形が綺麗に見えると思います。この動画を何度も繰り返してチャレンジしてみてください。以上で解説動画終わりになります。この動画が良かったなと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。